この間来た時はエフェクターはね、あの見なかったんで、なるほど、ちょっと見てみようかなと言っても全然知らないエフェクターばっかり作るなんか気になるのない？気になるの、うん、すごいよね。すごいっすね。これね、これ使ってね、ビービーってさっきのソウルドライブね、動画でも紹介します。うんうん、あ、これここで買った VH4 在庫あります。すごくない？品揃え、やばいですね。これで音足りちゃいますね。本当だよね。本当に昔と比べていろんなペダルあるよね。すごい、中古ゾーン、うん、中古ゾーン。で、今日これも試そうかなと思ってんの。エルキャピスタ、うん、ストライモンのこれテープエコーなんだけど、これが新型だわ。こっちが旧型なんだよ。同じじゃん。ああ、でもちょっと違うね。うこれは最近新しくなったらしくて、それがなんかいいっていう噂を聞いて。もともとこれもね、俺狙ってたんだけど、結構使ってる友達多くて、確かにいい音だから、でせっかくだから新しいの出たから新しいの試してみようかな。そう、ストライモンはね間違いないから、ね、そうなんですよ。テープエコーだね。テープエコーのエミュレーターですね。うん、はい、これが名機ですよね。タイムラインは持ってたから、持ってた時の、今持ってるけど、タイムラインとはまた違う。タイムラインは、まあ、言ってみたらリレーマルチ、うんうんうん、でこれはその、テープエコーで、さらにこうスプリなんですパラメーターが細かく。ニューバージョンの方ですね。ニューバージョンの方です。新しいバージョンがこっち、古いバージョンはこっち。はい、これはほとんど同じだね、あの値が、値っていうかそのそ、ね、こんな感じすればいいのかな。そんな感じですね。今こうか、タイムもこれが使うのと同じ。今だいたいテープエコーというか、まあディレイな感じ、こんぐらいのリピートと、まあ、ちょっと遅いけど、だいたいいつも使うのが400ミリぐらいだから、このぐらいかな。でもやっぱりなんかモデレーションがあるよね、いつもの普通のディレイより。普通のディレイだとカーボンコピーだと、確かにいいね。
違うんですか、ニューバージョンとキューバージョンは。音で言うと、うん、一番その入力段にこっちはあの JFET の入力のバッファーが入ってるんですけど、わかんない、まあ、要はここにあのアナログ回路を1個ぶち込んでるんですよ。これデジタルエフェクターじゃないですか、うんうん、なんで通常は入力した音声をそのままデジタルに変換するんですけど、まあその一歩手前にアナログの、あの入力段を入れて、うん、音像をしっかりさせてからエフェクトにかける、うんうん、でもさ正直今俺弾いて違い分かった、はい、分かりました、うん、ちょっと違ったよね、うんうん、こっちの方がなんていうのかタイトな感じした、左の方が。そうですね、うん、原音がちゃんと残ってる感じなのかな。そういう感じです、うん、はい、イメージで言うと本当そんな感じで、なんか、うん、違うんだけど、どっちもいいっていうか、とりあえずエレキャピシタンがいい。使えないよね、使えますよ。あ、使えるの。あ、リバーブはオンなんですけど、うん、ミックス、ディレイミックス落としてもスプリング効くんですよ。ああ、あ、本当だ。旧型でもできるっちゃできるか。そうですね、同じか、はい、リバーブだけでも使える。使います。アンプにリバーブ、現場にアンプリバーブない時ってたまにあるから、まあもう稀にあるからね。そういう時はあのディレイとリバーブ一緒に使うのありがたいね。ただディレイを消してリバーブだけとディレイにしたかったら増設スイッチがいる。そうです、ね、というかこれあれか、増設スイッチがいるっていうか1個だけなんだよね。こっちはもうタップテンポのみ、そうです、タップテンポのみなんで、裏の、うん、ミリ端子の、うんうんうん、まあ、エクスプレッションミディって書いてある端子から、うん、これが上がった方があれだ、上がるとより暗くなります。あ、より暗くなるのか。じゃあこれをゼロゼロにするともう普通のディレイで、
んまりダークじゃなくなった。なるほど。ちょっと明るく聞こえるんだよね。それはやっぱりなんか、はい、原音が、原音というかエフェクトのベッドの方ですよね。ベッドの方の音像が明るくなってるんですよ。ああ。でもいい音だな、本当に。ディレイ大事だからね。アナログカーボンコピーがすごいあっさりに聞こえてきた。ね、新型いいですよね。新型ちょっと考える。
考えるっていうか欲しい。メガ。うん？メガ。うん。買うって言って。ちょっと買っちゃいましょう。いずれ僕のボードに、メインのボードに、こちらはあのこの前の動画で多分紹介してると思うんですけど、うん、新しいあのミニド、ミニ、ミニボードをね、小林先生に作ってもらったんですけど、買ったな。いろいろ買ってるな。しっかり暗くなってしまいましたけど、ありがとうございました。見てこれだよ。小さい、ちっちゃいでしょ。軽い、バッチシです。これはありがとうございます。でもノイズも少なくなって、やっぱり本当に音も良くなった気もするし、ね、ありがとうございます。お疲れ様です。車もまたまた、はい、ありがとうございます。